Wow, look at the price. Well, price is not high.はい、どうも皆様こんにちは。ハリウッド俳優のシャギーでございます。本日はですね、US オタクのジム君が、その熱苦しい男がね、はよ、ジム君と一緒にですね、鬼滅の刃、この前ね、ジム、鬼滅の刃見たべ。We saw a demon slayer, the movie, right? Yes, So, we're gonna search, demon slayer goods in this little Tokyo Japanese village. Yeah, Los Angeles.というわけでね、ロサンゼルスの、ジャパニーズビレッジでちょっとね、この前見たデモンスレイヤーのグッズを探したいとジム君が言っておりますので、探してみましょう、ね、でこの US オタクのね、望み通りにあれが見つかるかどうかね、ちょっとね、デモンスレイヤー服がありますね、これデモンスレイヤー、いやまあでもね、この店はちょっとね、開いてんのこれ、ちょっとこれは小さいんで、ちょっとこれ小さい店なんで、すごい有名なっていうか、リトル東京で一番大きいね、グッズショップがありますんで、そこでアニメグッズを調べてみたいと思います。行ってみましょう。じゃあちょっと やってみるか。行ってみよう。ね、ジャパニーズビレッジのこのね、オタクモール、オタクショップがあるモールを入っていきますよ。ああ、誰かいますね、変なおじさんが。大丈夫ですか？ポケモン T シャツ入ってますよ。ポケモン T シャツ、なんかね、オタクっぽいショップだよね、これ。何これ。そこ、 What this shop is about? ハビシャ、 I don't know. The small boy figure? あれ、これはなんかコスプレショップ、キューティーコスプレショップね。あ、鬼滅の刃のコスプレが、いや、あるね、おい、うん、あ、フィギュアですね。あ、ここね、お、すげえ並んでる。まあ、並んで入っていきたいと思いますね。このショップ、ジャングル、エンターテインメントホビーショップジャングルね。もう入っていきましょう。並ぶぞ、よし、レッツゴー。すげえな、いいな、ラインの終わりがないよ。こんな並ぶ。なんだこれ、こんなとこにこんなもん。これって誰？おい、キャンディーズじゃなくてね、これ。はい。ペッパーキープの人よね。まあ、わかんないけど。古いな。古いし、しかも汚いな。窓が。すげえ、ギャバンとかあるんだけど、こんなもん。まあ、20年前からいじってないけど。Right? ましたね。この方いましたね。うん。すげえな、これ。これ、でも400ドルするよ。400ダラーズですよ、これ。This is like a shrine design. Like a black, no, no, I mean, a red and white. See? ですね、オタクショップ、近くまで来ましたけど、まあ、年齢層はね、非常に若め。There's so many young people, only young people, like, less than 30 years old. Oh, we're not young anymore?ピカチュウ。すげえ、漫画がすごいよ、漫画が。全部ってわけじゃないんですけど、Demon Boy is too cheesy! How dare you!あれ、なんか鬼滅の刃はデモンスレイヤーがない。これアッシュ？今ドラゴンボールのなんか。おお、ベルマッシュ。ポスター売ってんの？ポスター。ラーメン。どういうことなの？
Here it is. Oh, look. Saucers.鬼滅フィギュアがある。鬼滅フィギュア。あ、エヴァンジェリアン。うん。エヴァンジェリアン。お、宮崎。え？宮崎ですか。お、キキスプラッシュ。そんなわけで行ってみましたけれども、そのね、オタクの聖地。あのね。Not many 鬼滅グッズですね。Not many Demon Slayer, not 呪術廻戦。はい。最先端の、the newest one is not there. はい。Like old ones, most of them are... Like, classic! Yeah. Like that. はい。残念。まあ残念っていうかね、鬼滅はなかったということで、はい、ということでございました。あの、また違うアニメショップをね、この、ジャパニーズビレッジ、あのリトル東京で見つけましたんで、ちょっとあのアニメステーションと書いて上にアニメイトって書いてあるね。アニメイトじゃねえだろって。行ってみましょう。ねえ、呪術廻戦 here。This place is like focused on the new one.こんなにあるよ。だってアニメなんかまだ公開されてないもんね。五条悟。五条悟ですよこれ。うん。わあ、こんなの売ってるよ。うん。イエイ。というわけでアニメステーションに行ってみましたよ。これはね、ジャパニーズビレッジの真正面にあるショー、あのね、あれですね。That's the collection of the whole community. This is a new store of new things. New things and focused on new things. But that's great. ジム君は呪術廻戦知らなかったですけど、でもまあこれからね、読むきっかけになった、いい読むきっかけになったと思います。そう、というわけで、素晴らしいお店でしたね。アニメステーション。Right. 私はね、I recommend this shop、right. more than that place. Okay. Yeah. That's just it. What? Is there another one? Is this like a cosplay? Cosplay shop? Jim, look.What did I say earlier? What did I say earlier? お、これすげえ。ここすげえな。これいくらなの？こんなん作っちゃうの？でも日本よりすごいんじゃないの？これ日本よりすごいんじゃないの？これいくら？はい。これセーラームーンとかで。セーラームーン？いや。Quality. Oh wow. This is good quality. This is new. Oh, old Kimetsu. Old Kimetsu Yaiba. Oh, accessories. Oh, you want it. That's what you want. Oh. This is like the, cosplay. Cosplay. Cushion. Cushion.おー、すっげえ、こんなん作っちゃうんだ。
ちょっとあの著作権上多分まずいと思うけど、あ、ピカチュウ、ピカチュウフリー。うわ、おお、鬼滅だよ。鬼滅グッズがすごいよ。おお、こんなぬいぐるみ作っちゃってんの、これロイヤリティフリー？ナルト。おお、トトロ、トトロ、トトロね。おお、こんなの作っちゃうんだ。こんなにあんの？めっちゃすごくね。こんなの売っちゃう？自作だろ。結構これプリントが自分でアイロンした感じだよね。ドラゴンボールスーパー、よかったじゃんここ。いや、ただのコスプレ専門ショップかと思ったら、はい、めっちゃニューグッズ、 so many new goods、 yep、 素晴らしいショップがあったのと、はい、3点目にして This is the place that、はい、this is the best place、 スタイルアウトレット LA というお店です、ね。そんなわけで、ミドル東京来てみましたよ。ジム君とね、ジム君と来てみましたよということですね。はい、じゃあそれではまた、バイバイ。